皆さんこんにちは。お久しぶりです。白神こだま工房パン教室クロークーの大西です。本日は5月の1日なんですけれども、昨日で4月のレッスンが無事終了いたしました。8日間レッスンさせていただきまして、今月登場いたしましたはちみつ食パンがですね、もうほとんどの生徒様がこちら受講していただいたという感じになりまして、もう大好評のうちに終了いたしました。皆さんももちろん食パンぜひ待ってました、やりたいっていう方がねすごく多くて、はちみつ食パンっていうぐらいですから、中にはちみつ使っていくんですけれども、通常の砂糖の量よりかは少し多めに糖分が入っているという感じなので、食べるとほんのり甘いなという感じで、レシピ作る時にとてもねはちみつの量をすごい微妙なさじ加減で結構パンの味が変わるなというのをね感じたのでね、あのレシピに書いてある分量に落ち着くまでちょっと 5g 増やしてみたり 5g 減らしてみたり、まあいろいろやってみたんですけれどもね、 5g 増やすとね食べた後味が甘いなっていう感じがあったりして、こう食事にもよくって、まあ単体として召し上がってもらっても違和感ないっていう、そういうところを狙って、レシピの方を考えてみた感じだったんですけど、でこのはちみつ食パンについているレッスンでお菓子レッスンもついてたんですね。お豆腐ココアチョコチップマフィン、マフィンの中にお豆腐をね使っていくというヘルシーなねメニューにしようかなと思って考えてみました。しっとり仕上がって、やっぱりなんか食べた後に罪悪感ない、ワンボールでできるように発酵中の間にレッスンするという感じなので、パパパパパッと発酵の間で作れるような手軽なお菓子をレッスンさせていただいたりしてるんですけど、逆に生徒様にはそちらの方がとても評判が良くてですね、こんな簡単なら絶対まずこれやってみますみたいな、ご自分の中のお菓子のレパートリーとして加えていただくことができているようでとても嬉しいなと思っております。今月5月になりましたけれども、クロス2は5月で5周年を迎えることができました。まあ皆様にね支えられて、なんとか5周年と丸5年一つこう5年っていうのは私の中でも一つ目標だったというか、知り合いの方だけにねプライベートでやってたお教室が3年間その前にあったんですけれども、まあ、その後リニューアルして本当にね来てくれる方がいるのかしらと思いながらも、もっとたくさんの方ともパンを通してつながっていきたいなと思って、まあ、自分の中では結構勇気を持って教室を開講したという感じだったんですけれども、まず3年が、まあ、目標、そしてその次、まあ、5周年、気づいたらもう5年になってたっていう感じなんですけれども、こんなね自宅の小さな教室を探してインターネットやインスタグラム、クスパさんのねあと教室の検索ですね、市川市パン教室みたいな感じでね探してきましたなんて方もね最近増えてきて、いやさすがにこう5年経つとですね、やっぱり検索に少し引っかかってくるんですかね、だんだんこう日々のね活動の積み重ねが少しずつと皆様に届くようになってきたのかなと思って、初年度の時とは随分違うなと感じているところです。クロスをね見つけていただいて、もちろんね途中でなんとなく来れなくなっちゃった生徒様とかもいらっしゃるんですけれども、リピートしていただく生徒様が多くて、本当に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。何がねクロス気に入っていただけてるポイントなのかなってこう、まあいつか生徒様にもちょっと伺ってみたいなと思うんですけれどもね、一つはまあ独創的なメニュー、独創的な成形、パン自体に魅力がありますとおっしゃってくださる方がね結構多くて、とても嬉しいなと思っているところです。いつも毎朝ねインスタグラム更新してるんですけど、でね、すごく美味しそうで、あと通勤の途中に毎朝ねチェックするの楽しみにしてますなんていうねお話なんかもこうお伺いして、どうしても教室を運営していると生徒様が来ない間はどうやってこうね自分がやってることを発信していくかっていうのは大事なところだなと思ってるんですけれども、インスタグラムは一番、まあ、力を入れてきたというか、もう飽きられてもどうであっても必ず定期的に毎朝更
更新するっていうのを、まあ、日課に頑張ってきました。でもやっぱりインスタグラムってこうハッシュタグで探していけるっていうのすごく便利ですよね。人にパン教室を探したいっていう方なんかだとね、こう白波子のハッシュタグみたいにつけていただいたりとか、割と早めにこうね、その自分の欲しい目的にヒットするっていうところが、あのインスタグラムってやっぱりとてもやっててよかったなと、はい、5年経って思っているところです。特にその写真が、美味しそうな写真がもう見てて本当にもう食べたいっていういつも思ってますみたいなねことをおっしゃっていただけるんですけども、私が作り出したパンとか日々の活動のその様子とか写真に収めて、コツ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 と、まあ誰が見るか誰が見ないかわからないけれども、いつか必ず誰かの元に届くと思って、まあ諦めないで毎日毎日コツコツ更新してきたねことが、何か探しててパッとヒットしてインスタグラムなどを探していただいた方に、おっとこうね、届く方にこう響いてくれればもうそれで十分かなと、またこれからも地道なコツコツ活動をね頑張って、はい、いきたいと思っています。ベーコンエピをね、ブランクラスの方にご用意しております。今うちで使ってる電気オーブンが石窯ドームなんですけれども、まあ、そのオーブンの天板にぴったり合うようなサイズで改良しまして、お家でたくさん焼いてもらいたいなと思って、いう作りやすさをね考えながら少し見直して、5月のこの5周年の時に、新たにリニューアルっていう形でね出させていただいたんで、ぜひねご受講してご自身のものにしていただきたいなと思っています。5月の1ヶ月だけのレッスンメニューとなります。見逃しのないようにお願いいたします。内容などはホームページの方ぜひご覧いただければと思っております。駆け足でお送りいたしました月刊クロス2、いかがでしたでしょうか。今日はちょっともう絶対撮ろうと思ってね頑張って、はい、撮影してみました。初回の方は初めてレッスンの方からエントリーしていただければと思いますので、ホームページの方にねアクセスしていただくと初めてレッスンでこう書いてあります。ぜひごエントリーしていただければと思います。5周年も皆様と楽しく裏紙のパンを通してつながっていけることを楽しみにしております。皆様のご支援を心よりお待ちしております。それではさようなら。